こんにちは、リンクスのりょうです。本日ね、札幌におりまして、今日はあるアイテムを使って本気の雪国ならではの雪遊びをね、この年になってなんですけど、ちょっと雪遊び、大人の本気の雪遊びをやっていきたいなと思っております。では早速、必要なアイテムはこちらでね。何かわかるでしょうか、この黄色い物体。これはなんとアヒルの雪玉を作れるアヒル雪玉製造機となっております。こちらのアヒル製造機を使って大人の雪遊びやっていきたいと思います。こちらね、 Amazon で購入しておりまして、2個セットでなんとね1000円以下で買うことができておりますので、この後ねちょっと作る様子も見ていただければなと思います。じゃあ早速遊んでいきます。しゃあ、今日はね、1度ぐらいということで、若干雪が溶けて雪質が硬いんですけど、いつものパウダースノーというよりかは固めの雪というところで、こちらのアヒル製造機がね活躍できるのかちょっと試したいと思います。ではレディーゴー。それでは作っていきたいと思います。これはね、もう挟んで雪玉をこの中に入れるだけで作ることができちゃうアイテムです。それではちょっと雪硬いですね。こんな感じで今挟みました。それでは行きますよ。いかがでしょうか、皆さん。アヒルちゃんが出来上がりました。完璧な形をしたアヒルですね。このように。ベンチの上に大量に並べて遊ぶことができます。アヒル製造機ね、もう一瞬でシャッシャッシャッとこうやって遊ぶだけで、ちょっと形崩れたけどすぐ作っていくことができます。じゃあね、これを使ってじゃんじゃん作っていきましょう。今日は何時間でも遊ぶ気満々でいるので、どんどん作りたいと思います。ではまた。はい、ざっと10分ぐらいかな、大量に作ってみました。一旦途中経過を発表したいと思います。でれーん。何個だろう、20個ぐらい、20個はもう40個ぐらいあるから大量に作ることができます。まだまだね、アヒル大量発生させていきたいと思いますので、こちらの公園をアヒルで埋め尽くそうと思います。ではまた後ほど。目があります。いかがでしょうか。大量のアヒルさんを作ってみました。そして真ん中にはもちろん親分アヒルも手作りです。こちら3分ほどで出来上がりました。はい、ベンチを埋め尽くしました。もうね、簡単にアヒル製造メーカーで作ることができますのでいい大人ですが、皆さんも童心に帰ってこういった遊びをたまにはしてみてはいかがでしょうか。もちろんね、雪国じゃないとできない遊びなのでね、スキー場とか遊びに行く時もこういうアイテムがあると面白いと思います。いや、楽しいね。これ本当はもうそこら中の道路とかに置きたいぐらいなんですけど、公園でちょっとやってみました。楽しいです。こうやって写真撮るのもね、すごい SNS 映えがあると思いますので。じゃーん、すごく可愛い作品ができました。アヒルの大群です。いやー、っぱね札幌に来ないとできない遊びなので、関東にいるとねなかなかできないと思います。あったかいのでね、雪降らないし、もちろん寒いんですけど、こういった遊びをしてるとすぐに体もポカポカになってね、楽しくなって、あんまり長居すると風邪ひいちゃいますけど、少しの時間こうやって外で雪遊びするのもいいかなと思います。冬の醍醐味ですね。